こんにちは、手島春子です。今日はこちらのマイセンのブーケをお手本にお皿に絵を描いていきます。こちらのお皿に描いていきます。まずはこれトレッシングフィルムというものなんですが、とても薄いので写りがとてもいいです。大きさにだいたい合うように切ってあります。でこう置きまして、ずれないようにテープで固定します。その時のテープはスコッチメンディングテープ、これが一番使いやすいです。少し長めに切ります。そして一箇所止めます。そしてシャープペンシルで描きます。鉛筆でもいいんですが、先を尖らせた鉛筆でないとなかなか細く描けませんので、シャープペンシルに今回はしています。写せているか一応こうしてめくってみると、書いてあるところと書き忘れのところが分かりますから、こうやってチェックしていきます。これでだいたい書いてありますね。あまり細かい部分までは写さなくても大丈夫です。葉っぱならまあこういう外周、お花もほとんど外周だけですね。で、これでできました。で、撮ってみましょう。このように描けています。
ではお皿に今の写したフィルムを今度はお皿に写していきます。場所を確認しまして、だいたいこれでいい場所っていうのもこう決めましたら、そこにテープを貼っていきます。また長めにテープを切りまして、こうずれないように、横もずれない、こんな感じです。細切れのテープを貼りますと、こうした時にずれてしまうのと、それから今から使うこのカーボンですね、これが入らなくなります。こうしていれば入って、どこまで写したがかっていうことをこう広げて確認できます。ではカーボンを差し込みます。で、今回使うのは鉄筆です。鉄筆はちょっと細い方と太い方がありますが、繊細な絵でしたら細い方がいいです。だいたい細い方をいつも使っています。じゃあこれで写していきます。多少力を入れないと写りませんから、このようにメインのお花から描いていきます。時ちゃんと写ってるかこう見ますね。めくってみます。これで何度かこう確かめて写し忘れがないかをこうチェックします。これでできました。
ではこのフィルムを剥がします。そしてこちらの空いたところの2箇所ぐらいに小さなお花を入れるとバランスがいいです。先ほどの前線のお皿ではこのようにピンクのお花、虫が入っています。今回はお花を2つここに描いていきます。まあ、こちらは写さなくてもお小さなお花でしたら鉛筆で大体の形を描いておくといいです。この2箇所ぐらいですね。